は間もなく9時20分になるところです。キラキラハッピーデイズ。さあ今日はこの方のご登場です。木村さんお願いします。はい、今日はあけぼのスタジオの真安彩さんに成人式の写真についてお話しいただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。もうね、成人式の流れで七五三がやっとこう一区切りついて、はい、まだまだあのお客様は来られてるんですけど、あのだいぶ流れが成人の方も12月に入ってからかな、やっぱり多くなって、はい、七五三のあのちっちゃい子の間にすっと綺麗なね、あの成人の女性が立って一緒に戯れて遊んでます皆さん晴れ着で本当に綺麗ですからね。であの七五三の子供さんなんかもお父さんやお母さんなんかもあと何年したらってそしたらあの成人式のお母様なんかは、うん、こんなかったのにってそうね、それぞれ思い出しますよね。思い出して、であのあけぼのスタジオで七五三撮って成人の方が多いんですよ。そうですか。あの鮭が買えるようにうちに帰ってくるので、うん、大きくなったんですよって、そうそう、ここであのスナップ写真撮ったんですって持ってきてくださったりとか、で七五三で撮ったうちの写真を持ってきていただいたりとか、やっぱりその頃から比べるとあの時代のね流行りも変わってるから写真の内容も変わってるんですけど、やっぱりきちっと飴さん持ってね、あのにっこりしてこう写ってる写真を ね持ってきていただいたりすると、うん、あ、本当これ歴史がねやっぱりこうやって刻まれていくんだなと思って、うん、でもあの成人の方も次はブライダルよって、そう、結婚式できるよねって、そうそうそう、だから衣装も見て帰ってごらんってドレスもいっぱいあるよって言いながらね、はい、帰っていただくんですけど、本当成人式であの利用していただくそういうお客様も増えて、七五三も本当ね、もう赤ちゃんの時から多分前もあのお話しさせてもらったけど、ずっとあの来ていただいてる、やっぱり家族みたいな家族の方がもう年々増えて、本当に今年はこんなになんかこうみんなあの知ってる方というか本当に安心する空間というか、うん、こっちが落ち着くような感じで、うん、来たよって、この間にクリスマスパーティーもあの毎年させていただくんですけど、普通あの、ね、例年2日ぐらい 2日かな撮らせていただくんですけど、今年ちょっと都合が悪くて1日 の, あのクリスマスパーティーだったんですよ、うん、だけどあのもうどんどんじゃんじゃん電話がかかって、ありがたいことに、申し訳ないんですけども、やっぱり定員が決まって今年はコース料理でさせてもらったので、あのごめんなさいねってもういっぱいなんですよってお断りさせていただかないといけないお客様が多くて本当申し訳なかったんですけど、そういうあのパーティーの方を見てても、もうやっぱりあのもうどの方も家族みたいで、もうどの方もそのクリスマスパーティー待ってたんよって、子供もね、 あの、うん、あと何日あと何日って待ってたんですよって言っていただくと、あ、なんかあけぼのスタジオでっていうそういう意味があるところに、うん、あのいさせてもらってるっていう本当に幸せなことを感じて、もう本当になんていうかな、もう本当家族ですよね、うん、あのわからないですよ向こうはどう思ってるかだけど本当にビアパーティーとかクリスマスパーティーとかに来ていただくあのお客様もすごく多くて、もうみんな楽しみにしてて、もうあのお知らせする前から今年いつって言われてたりとか、だから家族の行事としてそれを待っててくださる、本当それが幸せだなって思いますね。うん、なので子供もあの子供さんも来た来たまた来たよって、今年これするあれするってビンゴゲームとかね、いろいろさせてもらって、で毎年あのスタッフで、まあ社長が中心になってるんですけど、出し物を考えて、今年はあのドリフのあのじゃじゃん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 して、あのグレープフルーツ投げて、去年もやったんかな、くさっとこうさしてみたり、はいはい、早口言葉してみたりとか、で本当ねスタッフもみんな楽しませてもらって元気をもらってっていう、
ちょっと成人式とは違う話になりますね。でもすごくね、毎回その区切り区切りを同じところで、あけぼのスタジオでっていうふうに思ってらっしゃる方がたくさんいるっていうことは、それだけすごい幸せ、ね、スタッフの皆さんもそうですけれども、来られるお客さんももうそれがないとなんか前に進まないのよっていう感じがね。入れないんかって、じゃあ今年クリスマスなんかしないとみたいなね、どうしようっていう、まあ、来年はちゃんとしますからね、2日取るからねっていう話をさせてもらって、私もできればそういう場所が欲しいなって思うぐらい、あけぼのスタジオみたいなところがあってってね、幸せだろうなって思うぐらい、本当幸せを与えさせてもらってる、もう本当その幸せを今年こんなに感じたことないですね。本当に。でもそれだけね、皆さんが集ってくださるって本当にいい空間に、ね、なってるんだろうな。今年の夏は、今年を振り返ってしまいますね、今年の夏は夏休みでこうおもちゃじゃない、何でしたっけあれ、なんかしましたよね、うち宝物宝物店もしたし、1日お子様を呼んで、させてもらったんですよ。手形をしたりとか、バルーンアートしたりとか、シャボン玉したりとか、お写真もプレゼントさせてもらったり、絵本交換会とかさせてもらって、ちょっとそういう新しいことをもっと増やしていかないと、ちょっとニーズに応えられないんじゃないかっていう、写真屋さんを超えて、うち何屋さんっていう。ね、ことも社長と話して、もうほんま楽しいよねってこういうこと考えるの、でもあまり楽しすぎて本当ね、追われて追われて、なんかこう今坂道をこう上がってるんかなって、自転車にこうね一生懸命漕いで体力をつけていって、でもやりたいことはいっぱいだけど重くてちょっとねペダルがこう焦げないんですけど、ちょっとゆるいこう上り坂で、まだ来年もちょっと上り坂かな、でもうぐっと漕ぎ始めたらね、もう自転車ってもう本当進むじゃないですか、漕がなくっても、それぐらいになって仕事を終えていきたいなと思ってるんですけど、なんか今ちょっと一生懸命漕いで荷物も持って、でもこうまだちょっと買いたいものもいっぱいあるし、いろいろなところに寄って、でも自転車漕いでっていうところかなと思いながら車に乗って考えてきたんですけどでも佐野安さんのそういう話を聞いてたら、私たちもねすごく楽しいのが伝わってくるので、まあ現場にいるお客さんにとってはもっと楽しさがね伝わってるんですよね。本当ね、お客様よりも楽しんでしまうんです。なので、でもそれがねいいことだと思います。子供さんとってても本当可愛いし楽しいし、成人の方なんかも本当ね、同世代からも年がだいぶ経ってるんで、自分の子供みたいになってくるので。幸せにならんといかんのよって思いながらね撮らせてもらうんですけど、なんか本当そういうのを感じましたね今年。ブライダルの方も写真撮ってても、もう幸せになるんよって。でもやっぱりあけぼのスタジオで写真を撮らせてもらったり式をさせてもらった方はみんな幸せになるんですよね、これ。あら、それが一番じゃないですか。でも本当幸せになっても、それこそまた酒じゃないですけど帰ってきて、で子供が生まれたってね、今年ももう何組も来ていただいたんですけど、もう嬉しいんですよね、それが。そうですね。でブログも見ていただいたりとか、フェイスブックにも子供が生まれたから何日行きますねとか、もうねあやさん生まれたよとか。なんかもう涙が出るぐらい嬉しくって、ようやったようやったって私も産んだんですけどねそうですよね、そう家族がね、今年だったと思って、そうですよ、普通と思って、私今年産んだんだと思って、でもこの前ねいただいた写真が、大きくなってたんでしょう。昨日を2、3歩こうね、歩いたわけね、成長がね、手に取るようにね分かりますけどね。だからまたこうお兄ちゃんの世代と一番下の子の世代と違うけど、また一番下の子の世代をじっくり見れるから、もう元太のお友達もね、1歳になる子もどんどん保育園のお友達なんかもいらして、でお写真を撮りに来てくれるんですよ、元ちゃんのお母さんって来てくれるようになって、またそれでお付き合いがこうね広がっていくので、そうですね、なので本当すごい1年でしたね。
ね、1年をね、まあ、今年最後の水曜日なので、まあ、1年を振り返ってということですけど、今年は営業はいつまでですか？ね、27日までになって、はい、28日のお昼まで一応あのさせてもらうんですけど、うん、それからスタッフみんな大掃除に入るので、一応まあ27日までかな。で、はい、28日のお昼まで一応受け取りですとか、はい、あの年賀状なんかも、年賀状も多い、あのあそうか、写真の年賀状が、ね、楽しい年賀状が多いですね、もうね、あの仕上がり見ててもこれ欲しいって思うぐらい、お客様にやっぱり渡す時にも、もう、ああこれほんまお正月に来てあの見たら一年幸せになるんでしょうねってお渡しする年賀状が多いですね。なるほどね。でももらった人もね、その近況がもう本当に分かりますし、そうですね、ああこんなに大きくなったんだねっていうのがね、そうそうそう、やっぱり写真に送らせてもらうとね、だからもう家族写真をぜひ入れてくださいって言うんですけど、あの子供の写真だけでいいって言われる方も多いんですけど、もうぜひ家族の写真を、うちのあけぼのスタジオ自慢の家族の写真を、ぜひ1枚載せて。そうですね、じゃあ今年は明日ですね、はい、27日まで、明日までですか、はい、で年が明けて2日から2日から、はい、結構ね2日結婚式が入ってたりとか、やっぱ帰郷される方が多いので、あのそれこそ成人の写真を撮りに来ていただく方とか多くて、で毎年家族写真をねあの、はい、撮る方も1月多いので、忙しいんですよ2日から。そうですね、ありがたいことに、じゃあ1月2日からということですので、娘が帰ってくるんだけどとか家族が帰ってくるんだけどっていう時に写真撮りたい方はちょっと明日まで、そして2日からなので、お問い合わせの電話をしていただきたいと思います、はい、じゃあ電話番号お願いします。はい、はい、954-4649、はい、ということで、ご用意よろしく、はい、よろしく、もういつでも待ってますお電話を、ねえ、はい、本当に今年1年ねすごく楽しいスタジオのお話をね、佐野屋さんにしていただきましたけれども、はい、まだまだ年が明けまして、はい、来年も楽しいお話をお待ちしておりますので、もうワクワクしてるんですか、はい、ぜひぜひまたね風邪ひかないようにいいお年をお迎えください。ありがとうございました。ありがとうございます。今週はあけぼのスタジオ佐野屋彩さんに、はい、あけぼのスタジオでの1年間を振り返ってということ で、ね、楽しいお話をいただきました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。